皆さん、エジマトとカルロです。空に行くのだ。で、今回は思考を変えまして、教習で不利属性の NR、SR を入れた編成で全員旋回でクリアできるかを検証してみたいと思います。あれけ、今回の教習やと話題作りが困ったから、検証動画にしたか。さあ、始めましょう。やっぱ図星やったか。これだったら人間の国に真っ二つだ。やるからには死ぬことを頼みました。教えてやるよ。人間死んじまったら死んじるところじゃねえんだよ。これ見る限り計算ウェアとクリアするのは厳しいのかな。それにキラーセブン春日を編成してても時間ギリギリでクリアしたし。じゃあ計算ある一体で検証してみようか。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の国に真っ二つだ。こっちは全員生還かつ時間かなり余った状態でクリアできたね。そりゃスナイプ対キリを使ってるんやから先手必勝を狙えばクリアできるやろ。まあその通りなんやけどな。じゃあ最後にキャラの能力を見て終わりにしましょう。浜崎はヒートアクションで攻撃タイプ優先で味方2体攻撃力上昇と敵全体の無敵解除があるから KSR 対柏木や KSR 妖魔島と組めば殲滅のサポートキャラとして使えそう。はるかはバトルスキルで開幕から防御タイプの味方に無敵と不死があるからKSR 黒魔島や KSR 河原と組めば妨害キャラとして活躍しそうやな。ラデはバトルスキルで開幕から全味方へ防御力上昇と補助タイプ優先で敵2体高速とヒートアクションの消費ゲージ増加があるから、黒魔島や KSR ヨハルカと組めば開幕から敵のヒートアクションの消費ゲージ爆増および高速にした状態で返り討ちできたよね。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。